はい、どうもこんにちは。今回は Life is Strange True Colors 続きからやっていこうかなと思います。前回はというか、まあ、前回から、なんか追加ダウンロードコンテンツか。ダウンロードコンテンツの、まあ、このステフの物語、まあ、概要としては、好きにしていいっていうのはちょっと楽しみだね。まあ、この、まあ、本編でも出てきたけど、この CD ショップで働くっていう、CD ショップで働く過程をやるゲームです。はい、やっていこうか。高校の時舞台の裏方として鍛えた腕が鳴るぜ。ああ、一応なんかこのやることリストにあるものをね。ネジが抜けただけか。今やってんだけど、この通気口を直すってのも。あいつここの壁の中に住んでるんだ。あ、これで猫に会うんじゃない？ちょっと、あんた、明日はこの中大掃除するからね。それまでにそこ出て行きなよ。これがあれなんじゃない？本編出てきたさ、いるんだよ、黒猫が。バイオレットじゃなくて、なんだっけ？バルキリーか。バルキリーがいるから、それじゃないかな。新作コーナーか。はい。ひどいな。新作っつっても2年前のやつじゃん。更新するってできんの？まず仕入れてやる。新作を置けないんならここで。ああ、そういうことね。新作コーナーってのをやめるってことか。逆にもうめちゃくちゃ古くいこうぜ。逆に90年代は半端よ。もう新作がないなら逆にそっちにとがろうや。ちょっと浮いてるけど頼んだよ。モーツァルト。モーツァルトか。モーザル。ああ、電話来てる。お客様すいません、今向かいます。お客様、ちょうどラジオブースの仕事もあったから超良かった。お客様、クラシックのご注文でしょうか。お客様、ここで一回フーってするから一回フーって。はい、お客様、はい、こちらなんとかなんとかです。もしもし、あ、KICT か。あなたが超能力者。あ、はい、彼女か。そう、こいつだよ。私がダニーを振ろうとしてる。あら、ちょっと絶対超能力者じゃん。女の子、まあ予言じゃないよ。ああ、あれか。あなたからメッセージなんですもん。別れの曲ばっか選んでたでしょ。あれはギターの練習用の曲を探してた。まあそうなっちゃうから、人は私の気持ちを当てたんだから。気持ちが出ちゃうから。超能力者だよ。あのね、はい、私には幼馴染のタラって子がいるんだ。タラちゃん。そのことをコロラド大に行く予定だったんだけど、ね、はいはい、私がカリフォルニア大に受かっちゃったの。いくらちゃんとも仲いいのかな。カリフォルニア大はずっと夢だったとこなんだけど、うん、タラと離れ離れになるの。俺が悩み相談室。どうすればいい。今ガチで私に人生相談してるってこと。これどうなってんの、ラジオ流れてんのかな。そりゃそうでしょう。で、どう思う。わかった。あ、なんか来そう。じゃあちょっとだけ待ってて。困ったな、未来なんてわかるわけない。あー、これなんか来そう。どうだよ。え、なんかあるの、選択肢が。あー、なるほど。よし、この子になんて言えばいいのか教えて。才能目だけで。うわー、6が出たか。どうやら。あー、そういう意味があるんだ。サイコロが告げるこの子の未来は。どっちもマイナスか。大学を中退する。うわー、これむず。タラと仲いいんだもんな。でも大学もなんか行きたかった。大学で、でもさ、この占い的な観点でさ、大学を中退するっていうのは、あー、でも中退するとかないか。それだったら頑張らないとダメだってなるもんな。タラと敵同士になるって言われても嫌な気持ちにしかならないもんな。中退するって言っちゃおうか。オッケー、あなたの未来が見えたよ、うん、覚悟。だから頑張りないっていう話を。まずはいい部分、タラとはこれからも親友でいられる。うん、でも悲しいことにタラのせいで大学を中退することになる。そういう2択だったんだ。マジ？なんで？タラとはアパラチアントレイルを制覇するため。実はタラにはアパラチアントレイルを制覇するっていう夢があるこれネタかな。嘘。本当だよ。ある日突然タラからメールが届く。これから一人で山に行くって。
あなたは一人ぼっちで山に登ってるタラのことを想像して、いても立ってもいられなくなるの。で、大学を辞めて彼女についていくこと。なんだその占い。大自然からも多くのことを学べたけど、アパラチアントレイルを制覇してからまた3年間大学に行き直す羽目になる。それもいいや。私が見えた未来はこんなとこだけど、あんま落ち込まないでよ。うん。ああ、まあまあ、結局これ、あれだな。結論はそんな感じになるかもな。電話は？この終わり方でいいの？電話は？二十面ダイス。あ、スマホがある。ああ、はいはいはい。で、そうね、お待たせいたしました。CM のお時間です。ではここで、ヘイブンの嬉しいニューカマーを紹介します、うん、アイスクリームあったっけ。アバランチアイスクリームショップがオープンしました。はい。一口食べるだけでぶっ飛ぶ美味しさのフレーバーがたくさん揃ってるよ。何がと言わないけどぶっ飛ぶよ。ぶっ飛ぶんだったら変わりないだろう。あーてかどんな味がある。いたな、アイスさん知ってるやつ。じゃあ一つだけ教えちゃうけど、はい、驚いて椅子から落ちないでね。カニクリームコロッケ味まであるんだよ。作るのむずいだろう。で、今すぐアバランチアイスクリームへゴー。尖ってるとかじゃないだろう。ここのオーナーはアバランチ夫妻です。ソニーとアンジェラのアバランチ夫妻。はい。誰も食べたことのない未知のアイスを追求する冒険家です。本編で描かれてたのは使う。これがこのラジオで流す曲のプレイリストか。じゃあまあかなり一旦じゃあもう雑談しますか。今年ももうすぐ春祭りの時期だよね、うん、だからなんだっけ、あ、エレノアの花屋ではボランティアを募集中だよ、はい、そんな記事もありました。なんで皆さんよしこ、あれがこれかあれか、距離投げるのかビタってくっつく、ビタってくっつくのかなと思ったけど選択肢から消えました。消えちゃいました、選択肢から。じゃあ CM 読んで終わろうか。 KRCT のスポンサーを紹介します、うん、スポンサーだったんだな。フットトゥーワークコロラドは2002年創業の職業紹介企業。ああ、CM ってでもそういうもんか。特徴は便利なポータルサイト、いや頼れるスタッフです。頼りがいのあるプロのスタッフたち、うん、高みを目指すあなたの案内役になって夢の実現を助けてくれるはず。いいところですよ。でも中にはこう思った人もいるんじゃない。自分は専門職だし、まあううね、スキルが高すぎるから今以上の仕事なんかあるはずないって。はいはいはい。そんな心配は一切いらないから、まあ、ぜひ一度使ってみて、うん、意外とその自分でのね。そしてスペシャル特典、今ならサイトに KRCT と入力すれば無料体験できるよ。そこまで約束されてんの、大丈夫か。あ、ゲームから来てる。仕事初日なんていい感じなのだ。わあ、もうゲーム聞いてくれてんだ。ありがとう、ありがとうやね。一通り仕事片付けたらゲイブに電話しよっと。はーい。いきなり電話できるなってか。一通り仕事片付けたらゲイブに電話しよっと。どっから電話すんのゲイブ。ゲイブどっから電話すんの。俺もう電話できるけどゲイブ。ゲイブに電話するがって目標だもんな。あー、こっから切るんだ。まあでも見るもん見たからな。ちょっと新世が何なのかちょっとよくわかんないんだけど、まあそれがなんかこのストーリーのね、なんか最終目標だったりするかもしんないから、まあとりあえずいいか。ガンガン進めちゃうか。DJ さんですよね。電話くれるなんて。ゲームいいな。紹介してくれた仕事だけどさ、どうだ、やること山積みでめちゃくちゃハードじゃん、うん、しかもほとんど全部やったことない仕事だしさ。あんたが大丈夫って言うから面接で嘘ついた。大丈夫、聞かれてない。なあ、お前の声放送されてるぞってなるよね。そら終わった。はい、ゲームオーバーです。お疲れ様でした。ゲームオーバーです。お疲れ様でした。はい。フットトゥーワークコロラドで仕事を見つければこんなミスマッチはありません。あなたのキャリアにぴったりな仕事を見つけよう。あ、でもいい切り替えじゃない、これ。まあいい感じになるんじゃない、切り替えになったかな。ナイスリカバリー。あ、いいね。まあまあ、でも致命傷から避けられたんじゃない今の。あくまで私が僕 CM の、まあ、演者となりきって、まあ、演技してた風に見せたってことでしょ。まあよかったんじゃない。
まあ、仮にまあ嘘ついたっつっても、まあこうなってしまった以上もうしゃあないみたいなとこあるでしょう、多分。あのおばちゃんだかおばあちゃんかわかんないけど。面接官。そう思ってくれると思うけどね、もうこうなってしまう。もう出しちゃったでしょ、現場に出しちゃった以上ね、もう。あ、やっぱ夏になりました。夏だったっけ？みんな元気？今日は6月最後の日ってことで、好評開催中のイブンプライド最終日だからね。じゃあ早速、お得な情報を。慣れたな、だいぶ。今、シルバードラゴンでは、町のみんなで壁画を作ってるから、ぜひ参加してね。参加すれば買い物が2割引き。絵のセンスがなくても OK だよ。まあ、いいね、いい格好。2時くらいならいけるでしょう。丸の上側を、描くだけ。じゃあプライド月間にぴったりな曲もかけてくから。待った、今電話してる未来が見えた。うん、ってことでみんなの電話も待ってるからね。あ、なんかもう慣れてる慣れてる、めちゃくちゃ慣れてんじゃん。大丈夫、商売上がったりじゃない？マジで暑すぎるでしょこのブース。勘弁して。音が入んないように、でも扇風機切ってんだな多分、これマイクつけてる間は。そういうことなのかな。あ、電話かかってきた。えらいえらいな、ステフ。えらすぎるえらすぎる、ステフえらすぎるよ。切んなくていいよ扇風機なんか。扇風機なんかしねえよ。電話がかかってきてる。電話なんか。熱くて話す気分じゃないけど、出てやるか。出てやるよ、じゃあ。なんだ。あ、でもまた CM 増えたな。電話ありがとう。どんな相談かな。いや、ステフ。その、息子にすごくひどいことをしてしまった。はい、何したの。ああ、そうなんだ。もう、なんか言うことによって俺は切れるよ。きっと最低な親父だって思うだろうけど、昨日息子のグラディにカミングアウトされたんだ。その、ああ、なるほどね。俺は取り乱して息子を傷つけてしまった。重いな。まあ一回聞いてもいいんじゃない？踏み込んでも。さっき取り乱したって言ったけど、どんな風に？怒鳴ったり責めたりしたわけじゃない。まあまあでも。固まってしまって。何も言えなかった。でもそれを傷つけたって思えるにはさ、うん、まあいい、いい親父だよ。あいつは君の番組のファンなんだ。うん、いつも欠かさず聞いてるから、あいつのために曲をリクエストさせてもらえないかな。ファンついてんだ。もうそれを聞いてもらえば俺の気持ちが少しはあいつに伝わると思うんだ。はいはい、いいお父さんじゃないか。ねえ、誰にだって失敗はあるよ。ショックって思うだけでも、黙ったことがショックに思わせたかもしれないって思う時点でもう、あなたの息子ってことに変わりはないでしょ。うん、これからもありのままを愛してあげて。うん、それが一番大事なことだよ。いいこと言った。ああそうだよ。泣くぞ父さん。リクエストはヘイリー・キヨコのフィーリング。キヨコね。打ち明ける前にグラディが聞かせてくれたんだ。はい、大切な曲だって言ってた。キヨコね。わかった。レコード探してみ。キヨコ探してみ。キヨコ。助かるよ。フィーリングスだったら倉庫のどっかにあったよ。フィーリングスね。ただその前に一旦ちょっと CM のお時間です。あ、これ仕事リストどうなってんだろう。たったこれだけだけど忘れないかちょっと不安。あ、電話に出るね。はいはい。一旦挟んじゃいましょう。アブランチアイスクリーム。ではスポンサーからのお知らせです。うん、ラジオドラマで行く、普通でいいよ。アバランチアイスクリームはみんながアイスを大好きだってよく分かってるからね。普通バイオスポンサー様なんで。みんなが大好きなアバランチアイスクリームでは、うん、アイスが一つただ、まあいろいろ作ってるって言ったから50種類以上でいいんじゃない。良くも悪くも。フレーバーを50種類以上揃えてるよ。考えただけでも頭がキーンってするね。絶対笑顔になれる美味しさをお届け。普通。それがアバランチアイスクリーム。めっちゃ普通。ああ、またか、もう。早く出てあげて。どうされましたお客様。何のご用でしょうか。こちら CD ショップです。
電話ありがとう、ステフだよ。ヨウヨウ、ステフ、ワッツアー。わわ、頑張ってるな。ごめん、絶対するって。いよいよ頑張ってるの分かったから、いよいよ。大丈夫、何か相談？最近初めて彼女ができたんだけど。ああ、同性愛。うちに来てもらってディナーしようって親が言ってるの。あ、いいじゃん、親が。それは大人でも怖い。まあ不安でしょ。うん。うわ、マジか。つまり紹介しろってことだよね。親はでもそこ認めてくれてんだな。どうなるのかめちゃくちゃ不安でしょう。うん。そうだね、不安で吐きそうなくらいだよ。そこで予言してほしい。来ました、出番が。ダイスの、うん、そうそう、うまくいくってことが予言でわかれば安心できるでしょう。そうね、未来を占ってあげるよ。ちょっと待ってて。ちょっと支えになるかもな、それだけで。占うのは私じゃなくてダイスなんだけどね。でもこれ当たってんじゃない、割と。あ、デスク上ダイスを使うって出てるな。17が出た。ついてるね。17。まあ何にしても結果を伝えなきゃ。不安を煽るのも期待させすぎるのも良くないよね。ああ、はいはいはい。ダイスによればうまくいくみたいだけど。あなたの頑張り次第的なことかな。うまくいき、いやうまくいきすぎるとかなんかいいんじゃない、なんか逆に。逆にさ。よし、だんだん当日の様子が見えてきたよ。あ、不安になっちゃうかな。マジか、どんな感じ？すごく会話が弾んでるね。楽しそうな笑い声も聞こえる。あ、逆に不安になっちゃうかな。みんな打ち解けて、あまりにいい雰囲気だから。うまくいきすぎるから注意してねって意味で言ったんだけど。ワインを飲み始める。両親がワインを飲み始める。それからダンスタイムだね。締めはカラオケ。はいはい。終わった、やっぱりカナダに逃げるしかない。無事にディナーを乗り切れるよ。みんなすっかり打ち解けて仲良くなれる。しかも二人きりになった時、彼女がすごく積極的になるから。あ、いい開始だね。楽しみにしてて。そうなんだ。大丈夫かな、ね、助けられたかな。おかげですごく気が楽になったよ。うん、ありがとね。はい、頑張ってね。電話してくれてありがとう。いいね、フリーの私が幸せカップルのアドバイスなんかしちゃったよ。いいね、でもなんかこの、ああ電話いいな、電話。閲覧、あ、変わってる。今日は、あ、もうこの話があった後のガールズですよ。この話があった後にガールズを流すわけよ。背中押されるでしょう、あの人。また来たし、んだよ。何？はい、ステフだよ。出たいんだけど、このブースから。もしもし、ステフ。相談したい悩みを。はいはい、どうしました？ルームメイトがとにかく最悪なんだ。何が最悪なんだ、具体的に。最悪か。わかんないから。もっと具体的に話せる？もちろんだよ。はあ。やることなすこと全部がうるさいんだ。話し声も音楽もでかいし、スマホの操作音もオフにしないと。わかる、地味にうるせえよな、操作音って。あの匂い。風呂にも入らないし、洗濯もしないから体臭がひどいんだけど。ベイプをすればそれきついな。みたいなんだ。イチゴの香りとドブの匂いのコラボを想像してくれ。ああ、地獄だな。なるほど、やばいのはなんとなくわかった。で、どうしたいの？このまま一緒にやってくのはとても無理だから、うん、一度腹を割ってあいつと話し合おうかと思ってるんだ。あ、腹を割る必要はありそうだけどな。その結果を知りたいの？任せろ任せろ。ああ、予言してくれないと。当ててやるよ。うん、やってみる。俺がずーっとロックフラーが動いてるわ。まあ動かしたの俺だけど。自分の家なのに居心地悪いってのは確かに嫌だよね。でも話し合いでどうにかなるのかな。確かにな。16なら期待できそうだ。え、これもなんかあれのかな、ランダム、ランダムなのかな。これもなんか今なんとなくだけど未来が見えたよ。そんなわけねえか。それでどんな感じ？さすがにな。迷惑なことを直してもらうために話し始めるんだけど、なぜか違う方向に話が盛り上がっちゃって、一回風呂入らせれば気が合うやつだってことに気づく。
それから仲良く一緒に動画を見て夜中まで盛り上がるんだ。はいはいはい。君はルームメイトから日本のお菓子の素晴らしさを学び、ルームメイト日本人かい、おい、君は逆にゴミ捨ての大切さを教える。おい、そして二人はまさに親友に。風呂入れジャパニーズ。それじゃあ使った食器も洗ってくれるようになるってこと？努力はしてくれる、いいんじゃない。彼は寝がだらしないからやっぱりまた散らかしちゃうこともある。まあちょっと濁しちゃってるけどね。その度に君はイライラするだろうけど、彼は彼なりに頑張ってくれる。彼なりにね。それでも今よりはマシだよね。そっか、分かったよ。一回風呂入らせた方がいいかも。思ってたよりはマシみたいだ。予言大衆が一番きつい気するわ、一緒に暮らすんなら。頑張ってね。はい、まあここいらで一旦雑談挟むか。今日の雑談聞いてみるか。 You are listening to KRCT ヘイブンで一番かつ唯一のモダンロックチャンネルだよ。な、雑談かそれ。それ雑談かな。じゃあここでちょっと CM 読んだら行こうか。外新聞は遠くの大都市の話ばっかでつまんないって、だったらロッキーマウンテンガゼットを読んでみて。記者もみんな身近な人だから。あなたの部屋にいますよ。ほら今だっていいじゃない。あなたの部屋でおやつをつまみ食いしてるよ。こういうボケよ。もう身近ってレベルじゃない。軽いボケ。あなたと一緒にこの街に暮らす記者たちは、街の全てを見てますよ。この街のあらゆるものを見て、まあ、記者はな。こういえば街の記者ってのはやっぱり良さを見つけようと頑張ってると思うよ。あなたの周りにあるものを全部記事にする。それからあなたがさっき彼女に送ったあそこの写真、あらもちろんそれも見られてるからね。大スクープじゃんこんなの。見出したぜ見出し。ジャーナリズムはニューヨークじゃなくてここにある。それがロッキーマウンテンガゼット。まあいいんじゃない、田舎の新聞というかさ。あ、使えるな。お待ちしてバイオレットとカセット、カセットじゃないカット、ピックル。あら、太ってる。ぽっちゃりなコメディアン。ああ、またぽっちゃりが。知らんがな。いや、そんなお前を知らんがな。あ、これ、この子いいんじゃない？結構合いそうじゃない？ああ、ちょっとどっか行っちゃった。あれ？あ、そういうこと。これ、L に R にって、これ、あれか、選択か。おいおいおい、いい子いたのに。いい子いたのに、もう、コルビー。これ L にあれね、これあれか。これあれだ、仕分けだ。舐めてんの？どんだけ金があってもこんなの。うわぁ、さっきのメガネの子合いそうだったのにな。そういうことか、これ L にあれにって。絶対メガネの子合ってたわ。その、もう別にその、マッチングって意味じゃなくてもさ、友達としてできたと思うんだよな。もうこのメッセージはいいや。皆さんが見てください。あの、思ってたよりこの毎回毎回更新されるからとんでもない数になるわ。じゃあ一旦出るか。あ、これ仕分けだったのか。それ知らなかったな。仕分けって知ってたらな。マッチングしてたのに。マッチングより高えな、セーフテか。さすがやっぱイケてる女はちげえぜ。リクエストされた曲を流さないとね。倉庫を漁ってみよう。なんだっけあれか、なんかヨーコみたいな名前の。あ、来てんじゃんコルビーから。おい、んコルビーだっけ。コルビーじゃなかったっけ。あ、コルビーは俺が送ったやつだ。でもこれ同性愛なんだよな、このコルビーは。あ、ジャニスから来てる。はい、バブルスもいいよ。もう数おかしくても、お前電話番号聞くからブロックするわ、お前。帰れ。ケイリンとはちょっとなんかまあ悪気なかったからいいや。ブロックだ、お前。あ、ブロックしても消えないんだな。なになん、あ、違う違う違う。ガチキュア、あ、ガチ恋ぜね。はいはい。ネタ歴史出してく。運転免許を持ってないところ。ネタラーメン履歴書。メスデラメだった。仕事内容を知った。自由な存在のことを自虐的に表した予言ってこと。
わら。その蛇は何？あ、いいんじゃない？まあ、これぐらい軽くね、写真に対して突っ込んでいこう。バレとったの、お金払うと蛇と写真を撮れる、撮らせてくれる人がいて。はいはいはい。とても可愛かったから、確かにか、バレに行ったんだ。バレに行ったんだ。まあ確かに可愛い。で、いっぱいあるね、もう。見ちゃった、右側。めちゃくちゃあるんだけど。あー、ガマ盛り上がってね。合わない。合わない。合わないまで行く？まだ早くない。わ、これわかんない。わかんないです。俺も達者じゃないからわかんないけど。じゃあまたでもいいんじゃない？別に。これでも二度と連絡しなくなっちゃうかな。あ、オッケー。じゃあまたにちょうどいいんじゃない？話そうぜ。また気が合うとき話そうぜ。暇のときに。こっちから話しかける？それとも待つ？あ、俺がだから、オッケーってした子はあれなんだ。まあ俺がオッケーしたから俺から話しかければいいんじゃない？それじゃあ、なんて話しかけたらいいだろう？安っぽい口説き文句。服を褒め、まあどうだろうな。服を褒める。どんな子だっけ、コルビーって。なんかケイリーと上来てんだけど、ケイリーとどうした？あ、ケイリーとなんだ、あ、これなんかあれか、新着じゃねえからケイリーと上に来るんだ。アイウェイ王順かこれ。あの、コルビーわかんないなぁ。洗練されたファッションが大好きって言ってるなぁ。いやでもそんなやつだからこそさ、愛に服込めていいのかな。人ってめんどくせえな。愛に服褒めていいのかな？あんたに何がわかるのって言われないかな？ちょうど面白いやつぐらいのかましでこう丸の方がいいんじゃない？逆に。あ、バカ！バカ最悪！最悪の。あー、なるほどね。なるほど。は？金魚の餌みたいだって言われる？何を例えてんだ？何を例えてんだ？それはどういうことで来てるから、こっちは全く気づいちゃうな。言ってみよう。それは本当の意味を教えてくれるかもしんない。いいから答えてよ。はぁ。あー、なんかマジレスなっちゃった。パクれないセンスを持ってるから。おー、ははなるほど。じゃ、可愛いじゃん。あ、そういうことか。なんか気持ち悪い。気持ち悪い関係だな。なんだこれ。お互いのボケが通じ合ってない。あ、音楽好きじゃん。音楽だよね。これ骨付き肉じゃないよね。これワンチャン骨付き肉だったりするかな、これ。ワンチャン骨付き肉の可能性もあるけど、多分ギターでしょ。じゃ、音楽聴こうぜ。何が好きなの？ブルーグラス。頑張れ、スタッフ、返せ。俺は知らないブルーグラスを。スマホ電源切れそう。お別れする。デートに誘ったか、なんかそんな行く？デートに誘ってもこのストーリーじゃ描かれないでしょ、多分。デートに誘うとお別れする。お別れってさ、いろんな意味があるじゃん。じゃあ、またねの感覚なのかな？じゃあまたねかなぁ。かわいいけどなぁ。めちゃくちゃ合ってるけどな、趣味。まだ様子見たい、なんかいる、まだ上がいるんじゃないかと思っちゃうなぁ。お別れってどんな感じになるんだろう。だけど話せてよかった、元気でね。言い過ぎやって。